店に彼女と二人で入ってコーヒーを注文すること、ああそれが青春。映画館に彼女と二人で入って彼女の手を握ること、ああそれが青春。繁華街で前を行く生かした女の子を引っ掛けること、ああそれが青春。素敵な人に口も聞けないでラブレターを書いたりすること、ああそれが青春。クラブで汗だくになって踊り疲れること、ああそれが青春。グループサウンズに熱中して大声で叫ぶこと、ああそれが青春。フォークソングに痺れてしまって反戦歌を歌うこと、ああそれが青春。セックスを知り始めて大人になったと大喜びすること、ああそれが青春。親に隠れて酒タバコ睡眠薬果ては接着剤心な遊び、ああそれも青春。アルバイトばっかりで学校へは行かず適当にやること、ああそれが青春。飛行機の鳥に革命叫び血と汗にまみれること、ああそれが青春。勉強一筋他には目もくれず我が道を行くこと、ああそれが青春。スポーツこそ男の感情作りだ、やれサッカーやれ野球一年中マクロ、それが青春。かっこいいスーツかっこいい車プレイボーイプレイガールと呼ばれること、ああそれが青春。パチンコ、麻雀、競輪、競馬、賭け事専門のギャンブラー、ああそれが青春。一日中を規則通りにして他に何もしないこと、ああそれが青春。孤独になって一人で悩み一人で考えること、ああそれが青春。自由気ままに思った通り何でもやってみること、ああそれが青春。さて青春とは一体何だろう、その答えは人それぞれで違うだろう、ただ一つこれだけは言えるだろう、僕たちは大人より時間が多い、大人よりたくさんの時間を持っている、大人があと30年生きるなら僕たちはあと50年生きるだろう。
この貴重なひとときを僕たちは何かをしないではいられない。この貴重なひとときを僕たちは青春と呼んでもいいだろう。青春は二度とは帰ってこない。皆さん青春を今このひととき